愛の掛け算。説明してよお姉ちゃん。それは俺が…翼は黙ってて。ごめんなさい。謝るってことは悪いことした自覚あり？ごめんなさい。分かってるよね、私は翼が好きだってこと。え、まさかお姉ちゃんも翼のこと好きなの？ごめんなさい。そのごめんなさいをさ、ごめん私も翼が好きですってこと。だったらそれは謝罪じゃなくて宣戦布告、翼をめぐって私と戦争しようってこと。私はレモンのこと妹として心から大切に思ってる。だから何でも譲ってきた。お母さんのハンバーグ、お気に入りのネックレス、大事なお人形。レモンにちょうだいって言われたらいつも私は諦めて全部譲った。でも翼だけは譲れない。大切な妹のためにと思って何度も何度も諦めようとした。でも無理だった。私は翼が好き、翼を愛してる。お姉ちゃんの嘘つき、裏切り者、私の翼なの。絶対に諦めない。翼だけは譲れない。私たちの愛の掛け算は狂っていく。翼、翼！